ともくんチャンネルです。はい、今回はね、ちょっとトラックはトラックなんですけど違うトラックですね。はい、これは青島さんのキットでミニデコのネオエンペラっていうやつを今回は作っていこうかなと思います。で今回ね、ちょっともう前回ちょっと紹介した、3代目の割り箸補助を作っていこうかなと思ったんですけど、ちょっと LED のね球が、ちょっと足らなかったので、で今日ね、ちょっと天気が悪くて雨降ったりしてますのでちょっと買いにも行けない状態になってるので、今回はこの、僕のオリジナルでね作ってる割り箸補助はお休みにします。今回だけね、ちょっとお休みにして、次回はこれをまた LED の球とかですね、このフロントのヘッドライトとかバンパーとか、テールのとこも、LED の球を入れて、光らせたいかなと思うんで、今回はちょっと材料がないので、お休みにします。はい、で今回はこの、ミニデコのネオンエンペラーを箱と部品とを紹介してから、作っていって、途中の経過紹介になるか、また完全にね完成してからの紹介になるか、ちょっと今のところはちょっとわからないですけど、まあお楽しみください。はい、今からね、箱の紹介と、この箱の中のね部品の紹介をしていきたいと思います。少しお待ちください。はい、今回はね、このネオエンペラを紹介して作っていって、後からのね、まあ紹介もしていきます。で、このトラックっていうのは64分の1のミニデコのトラックですね。はい。こちらのね、割り箸補助っていうのは32分の1のトラックになります。はい、で、この箱のままで出来上がったらキャビンの方がこういう感じの紫ですね、パープルの色になってまして、飾り方もこんな感じになってます。はい、で後ろから見たらこんな感じですね、フルトレーラーですね、これは。はい、ミニデコでもねもう一個のシリーズで、フルトレーラーがあります。こちらは普通の箱の、フルトレーラーになってますが、もう一個ねここにあります。はい、これがミニデコのダブルドラゴンっていうやつなんですけど、はい、これはねフルトレーラーはフルトレーラーなんですけど、ウイング車のフルトレーラーになります。はい、まあこういう、ダブルドラゴンのフルトレーラーもありますし、今からねちょっと作っていくっていうフルトレーラーの
方は普通のね箱のトラックになります。はい。でこの中のね、シールなんですけど、箱のこのねトラックのボテのとこにつける絵のシールですねがこんな感じになってます。はい。まあサクサクと作るんでしたらこんな感じのね、飾り方で いくと思うんですけど、ちょっとね、まあアンドンの位置とか、そういうとこは変えるかなと思います。はい、変更するかなと思います。はい。これは京都ナンバーですね。はい。バンパーのとこもこんな感じのアンドになってます。はい。それでは箱の中の部品を少し紹介していきたいと思います。少しお待ちください。はい。部品の紹介をしていきたいと思います。はい。フルトレーラーなんで、シャーシの方も箱の方も、2つずつついてます。こちらがこちらのねシャーシの方がこのキャビンがつく方です。前側の方ですね。でこの部品がついてる方が後ろの引っ張りの箱の方にシャーシとかになります。はい。箱のこの形っていうのはボディの箱の形っていうのは引っ張りも、前の方につけるのも一緒になります。はい。でメッキのパーツで、アンドンとか、テールとかねバイザーとかっていうのはこんな感じであります。で V 字マーカーとか、グリルバンパーでシートデッキがこれね1個ともう1個、はい、2つついてます。まあどちらかにします。はい。箱の方ではこちらがついてると思うんですけど、まあマーカーランプついてるような感じのやつはこちらですね。はい。メッキのパーツはこんな感じです。でタイヤがねいっぱいあるので、バラバラになったらダメなので今のところは袋に入ってます。はい。で内装とか足回りでマーカーランプですね。マーカーランプが一つ赤色で黄色の色が二つですね。はい。でアンドンの文字ですねのシールがこんな感じです。で後ろの、箱のボテの方につけるシールが、こちらの方が前の方になります。はい。フロントの、キャビンの方ですねのボテの方になります。でこちらの方が引きずりですねの箱の方になります。はい。今回はね、こんな感じでちょっと部品紹介をしましたので、やっぱねちょっと時間的に、動画のこの時間的にね紹介で、ちょっと長々となりましたので、今回は箱の紹介と
部品の紹介ですね。で、終わらせてもらいます。次回もうサクサクとね、色を変えて、キャビンの色とかシャーシの色とか、そういうのも変えて、作って、まあ完成ぐらいで紹介したいかなと思いますんで、よかったら次回の動画も見てください。はい、それでは今回はこんな感じで、ちょっと、ね、僕の計画っていうか、今回で紹介と完成の方とかですね、の動画で行こうかなと思ったんですけど、ちょっと時間的には、厳しかったので、今回は部品の紹介と箱の紹介ですねの方で紹介を終わらせてもらいます。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。